すぐ入れ替わるお店。今の住居に暮らして5年になりますが、駅からほど近い場所にある店が気になっています。場所も日当たりも悪くない。今回は揚げ物屋さんで、開店の日には一品サービスのおまけ付き。私も並びました。 今度はどれくらい持つかなあ夫は店を見てつぶやきます。そう。この場所にある店は長くて一年。早ければ二ヶ月と経たずに閉店してしまいます。街に活気がある方が暮らしやすいですから、 お店の新規オープンは嬉しいニュースです。ところが、その店は気がつくと閉店していました。私が暇な時間を埋めるようにスマホを眺めていた時のことです。見るともなしに街の情報を拾い読みしていると。 あの場所に出る幽霊の情報を教えてください。と書き込まれていました。見える人には見えるのでしょう。路地に佇む白いワンピースの人だそうです。文脈から判断するに、私が気になっているあの場所です。 それから通るたびに、路地の奥を覗いてみますが、そんな人の姿を見ることはありません。その後には、居酒屋ができました。カウンター8席とテーブル席が4つ。ランチと夜は6時から11時まで。なかなか洒落た店です。 夫と二人で通ううちに、店主の夫婦と仲良くなりました。この店、もう無理かも。ある夜、お店のママが壁を見つめながら言いました。平日の夜八時。客は私たち夫婦だけ。 何言ってんのちょっと聞いてよ。こいつさ、あの壁のシミが取れないと毎晩狂ったように掃除するんだよ。そう言われて見た壁には、テーブル席に隠されてうっすらとしたシミのようなものがあります。あのシミ、人の形に見える俺わかんないや。 ご主人は笑っていましたが、奥さんは曇った表情。マスター、たまには休みなよ。三ヶ月休みなしでしょ疲れたんだよ。そんな会話をした翌週に、店は閉まっていました。次は美容院が入り、 シミがあった壁は鮮やかなグリーンになっていました。あの幽霊の噂、本当かもね。あなた知ってるのこの街じゃ有名な話だろう。20年くらい前に、あそこにあったラーメン屋から火が出て、娘さんが亡くなったんだって。 それはきっと白いワンピースの幽霊かも。じゃあ、あの壁のシミは最近、美容室を覗いてもほとんどお客さんはいません。あと一週間ぐらいで閉めるんじゃない夫はそう予想しています。 私は気味が悪いので、道路の反対側を歩くようにしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。毎週土曜日21時からは、お酒を飲みながらの生放送、箱分けの飲んだら乗るなラジオ放送中です。 ぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。それでは、今夜も素敵な悪夢が見られますように。